石器とは、陶磁器の一種。半磁器、焼き締めとも呼ばれる、陶器と磁器の中間的な性質を持つ焼き物で、1100、摂氏1250度で焼成する。本来英語の、ストーンウェアの訳語という。世界各地にあり、普通生有せず、また絵付けも行われないことが多い代わりに、地肌の風合いが召喚される。浮き彫り。 天下等の装飾が施されることも多い。剣道で耐水性があり、瓶、壺、水差し、茶器、食器、花器、植木鉢、フィギュアリンなど、日用品から装飾品まで幅広く作られる。素朴で自然の風合いを生かす日本の焼き締め、文人趣味ともつながる中国の紫イサゴ、また、人工美と新古典主義の結晶である、イギリスウェッジウッドのジャスパーウェアなど、 陶器や時期にはない魅力を持った焼き物の一群である。中国寛大の亀日本南北朝時代の壺、丹波立食い焼き、日本江戸時代の花池、備前焼き日本、現代作品、壺、落焼き朝鮮半島の茅から釜と六郎の製法が古墳時代の日本に伝わり、作られた糖質の土器を末期と呼ぶ。この流れを組むのが備前焼き、死焼丹波焼 大谷焼きなどの焼き締めで、態度に鉄分が多く含まれるので、活色を提する。一部を除きあまり装飾を施さず、地肌の風合いを楽しむが、焼成の過程において、灰が降りかかって、自然油がかかったり、炎により、ひだすき、ぼた餅などの模様が現れるのをめでる。また意図的にそれらを促す工法を取ることも多い。青尾禅は、通常酸化焼成されるものを、 半減調整されることで得られるが、特殊な方法として焼成中に塩を投じて、青備前を調整することもできる。中国信代ティーポットド,ドイツ、1380年頃、ジョッキーイギリス18世紀初頭ティーポット元々時期も、生産していた中国技工で、明の頃から作られ始めたもので、鉄分の多い態度を使った、無勇で紫褐色赤褐色の焼き物。 色により紫泥、手泥、緑泥などに分ける。茶壺などの茶器や植木鉢が多い。17世紀以降喫茶の習慣と共にこの茶器がヨーロッパに大量に輸出され、イギリスのジョン・ドワイトやジョサイア・ウェッジウッドがこれを模倣したものを制作した。特にウェッジウッドのロッソ・アンティコは有名で、中国風の他古代エジプト風衣装の器物も多く作られた。 一方、日本でも、幕末の常こなめにおいて、手勢の製作が始まり、清から投稿を招いて、技術を学び、本格的に生産されるようになった。また一万古焼きでも紫泥の生産が開始され、これらにおいて、急須や茶碗、植木鉢、土鍋などが現在でもよく作られている。表面のきめが細かいものが多く、長く使い込むことによって縁が生じ。 それにより美的価値も上がるとされる。なお、紫綱の表記は中国陶芸で主に用いられ、日本では一般的に紫泥という、ドイツ、ラインカハンのラインラント諸都市で作られた青ビゼ前と同様需要によって生有する石器。ローマ帝国の陶器技術が伝えられ残存、発展したものとされる。7世紀頃から発展が始まり、9世紀頃には、 次第に高温焼成ができるようになり、焼き締めの石器となっていった。10世紀頃には、ピングスドルフ、バドルフなどで生産され輸出もされるようになった。食塩油が施されるようになるのは14世紀頃からで、ある。ジークブルクで作られ始めたものは、16世紀には非常に白くて、高質の石器に改良された。一方、ケルンで、 茶褐色を呈する石器が15世紀に生まれた。製品は、ヒゲズの男の顔の浮き彫りが施された壺や、水差し、マグなどが主で、これは16世紀に、ケルンの隣のフレッヒエンに生産が移り、さらに17世紀には、ライン川上流のベスターバルトに中心が移り、彩色を施した、塩油石器が作られるようになった。これらを総称して、ライン石器と呼ぶ。 17世紀後半には、ジョン・ドワイトにより、イギリスでも作られるようになる。ジョン・ドワイトのほか、18世紀末にはイギリスでも、何箇所かで、塩油石器が作られ始め、一時は盛んに作られた。その後実用品としては、陶器のクリームウェアに次第に押されて、下火になったが、装飾品として、ダルトン等のメーカーにより20世紀初頭まで、作られていた。一方、 ジョサイア・ウェッジウッドが、石器の研究に取り組み、いくつかの優れたウェアを生み出した。それには先に挙げたロススアンティコをはじめ、スタッフ,フォードシャー地方の黒色石器を改良したブラック、バサルト、ウェッジウッド社の主力製品である、ジャスパーウェア、黄色が、主体のケーンウェア、泥色のドラップウェア、マーブル模様のアゲートウェア等があり、特に、ジャスパーウェアは非常に好評を博し、 洗練された新古典主義的デザインも相まってヨーロッパ中を風靡した。佐々木、日本史小百科当時ピアニッシも15工芸、出版編集部、釜から見た焼き物光芸出版、1981年。ありがとうございます。